どうも豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていくんですが、今回はですね、最近ちょっと面白いことを発見しまして、まあね、もう当たり前の事実かもしれないんですが、まあ、SWCC 最終予選挑む前にですね、ぜひぜひ皆様に共有できればということで早速噛んでいきましたが、早速やっていきましょう。さあ今回ですね、まずは SWCC にね挑戦する私の4つのフォーメーションコンボを紹介したいと思うんですが、星5監督使ってないです。シュートバフの監督しか使ってない。中央突破はクロップ監督、433ですね。で183,000の総合値。ポゼは同じくシュートバフを持ってるアルデタ監督ですね。こちらも433でシュートバフがあって、188,000。ポゼと中央に関してはね、総合値が200,000に私の場合は足りなかったので、ちょっとね、まあ15,000のダウンはきついんですが、なんとかなんとかっていうところでやってます。でサイドアタックに関してはオレグンナ・スールシャール監督で、こちらもですね442ですが、シュートバフがある星4監督。カウンターに関してはヘネバイラー監督433、こちらもシュートバフがある監督ですね。サイドカウンターに関してはですね、この2つは私は総合値22とか21とかマックスであるので、総合値削ってます。ただフォメコン崩しとかをやる余裕は全くないし、総合値がねすごい低い星3レベル1とかを入れる余裕も全くないので、普通にね普通に組んで普通にやってるって言ったような感じです。でまずですね、星4監督、シュートバフがついてる星4監督を使っている理由になるんですけれども、やっぱりねこれは選手の質っていうのが一番かなと思います。例えばね、オレグンナ・スールシュアル監督で、なんだろうね、まあ右にフィーゴがいて、でセントラルディフェンスミッドフィルダーにマケレレがいて、でフェルナンド・イエロがいてとか、まあ、そういういい選手を揃えているんだったら、まあ、いいのかもしれないですが、私の場合はね、まあ、サイドアタックに関してはいい選手揃ってはいるんですけどね、基本的にはやっぱりね、点を取らなきゃ最終戦勝てない、まあ、引き分けいくらしても勝てない、まあ一か八かでも勝ちに行きたい、そういうものが最終予選50試合になってきますので、守備力を上げてね攻撃力を下げるっていう選択肢はまあ取らなくていいのかなと個人的には思います。やっぱり点を取らなければ勝てない以上は、よっぽどね自分の攻撃陣に自信がない限りはシュートバフがある監督を使って点を取りに行く、まあ、これの方がいいのかなと。で、まあ、最終予選突破してね決勝トーナメントに行ったら、あれは PK 戦とかまで行って引き分けでもうねPK でっていう風になるので、まあ、そこで星5監督だねっていうのは一つ戦術としてありかなと思いますが、そうじゃないんだったらね、個人的には星4監督でいいのかななんて思っちゃいますね。シュートバフがある監督でいいのかなと思っちゃいます、最終予選に関してはね。で、ここまで来るとですね、やっぱりまあ挑む前からね、総合値が200,000に対して15,000足りない中央突破とポゼッション、この2つに関しては結構厳しいなというのが正直個人的な印象ではあります。でただですね、1人だけ、まあね、あ、お前こんな選手持っとったっけって選手がいると思うんですが、最近ですねこのメイソン・マウント完突したんですよ。で、OMF のマウントなんですが、この OMF の位置にねこのマウントを置いたらものすごくねチームが変わったので、今回はねちょっと今監督の話をダラダラっと始める方にしちゃって恐縮なんですけど、今回はねこの OMF にマウントを置いたことでどういう風にチームが変わったのか、なんか勝てないなって人をぜひちょっと自分のチームの OMF を見直してほしいなということでですね、ちょっと今回ここに焦点当てて最終予選の前に話をしていきたいなと思います。まあ、日常的にアリーナをやっていて、マウントが手に入ってから中央突破ポゼッションめちゃくちゃ勝てるようになりました。まあ、ポゼに関してはね OMF がアタッカーマストということで、たまたまマウントがフィットしたでマウント使ってただけで、中央突破に関しては、まあ、OMF 中央突破で、スタメンで12,000の総合値の選手私は一人もいなかったので、まあ、そこでマウントがマッチしてくれたっていう話なので、意図的にねマウントをいろんなところで使おうと思っていたわけではないんですが、例えばねなんか勝てるなって思った試合とか、マウントが点を取っていなくてもあれ MVP マウントやんみたいな、あれこの試合またマンオブマッチマウントなんみたいなね、メイソンマウントの活躍度合いすごないみたいな、やっぱそれがねすごく目につきました。うん、気になった、マウントすげえなみたいな。中央突破に関してはね、例えば後半からジョタを入れるので、ジョタがねやっぱジョタすげえなって思うところも多々あるんですが、やっぱそれを差し置いてもねマウントが活躍してる、ジョタを差し置いてマウントが活躍してる、まあいいことなんだけど、で
やっぱりね、そのサイドバックの選手とかを見ると、私中央突破ロバートソンで、センターバックにマティプとかがいて、こっちもカフーって、一見ね、ポゼで使うなら悪くないんだけど、ポゼ以外で使うとすげえ微妙みたいな選手なんですけど、まあ、彼を使っていたりしてね、全体的にチームが微妙で、例えば、ジョーカーのジョタを手に入れた時とか、ジョーカーのロチェルソを手に入れた時とか、確かにね、ゲームは変わったんだけど、それよりもはるかにね、スタメンで出せるマウントを手に入れた方が、私はチーム変わりましたね。まあ、かといってだから私はマウントめっちゃいいからマウント取るに行けよって言ってるわけではなくて、総合値制限がある SWCC で戦う上でですね、OMF ってめちゃくちゃ意識していい選手一人もうフルで置いてほしいなっていうのが正直なところです。で、これ私、交代枠ジョタ・ロチェルサー選手って出すんですけど、後半からラッシュに変えてジョタなんですよね。まあ、当然。で、サンチェスに変えてアセンシオ。まあ、ここは総合値下がっちゃうんですけど、まあ、ジョーカーアセンシオで変えてます。で、このロチェルスどこに置くかって言ったら、インサイドハーフロチェルスは私、エムバペに変えてセンターフォワードに置いてます。なんで、マウントはフル出場させるんですよね。じゃあ、アタッカーのマウントセンターフォワードでインサイドハーフロチェルスをトップしたのがいいんじゃないって思うかもしれないんですが、純粋に OMF のね、選手がいないっていう、マウントがいなくなったら、スタメンで出せる OMF がいないっていう。なんで、エムバペがスタメンで出せるので、その代わりでロチェルスを出してるってだけなんですが、マウントのいいところ、この OMF のいいところはね、とにかく点取る。とにかく点取る。もうそれに尽きるね。変なドリブルを仕掛けて取られることもなければ、自分で妙にキープして取られることもなければ、まあ、とりあえずシュート打ってくれる。まあ、これが本当にね、アタッカー OMF に価値あるなと思いましたね。ガッシュとかも結構頑張ってくれていて、マウントの前はね、私のチームのアタッカースタメンはガッシュがすごい頑張ってくれていたんですが、まあちょっと桁が違いすぎる。まずもう騎士道、オフェンス能力ダイアップとマーク中アップ。まあ、このマーク中アップがいいのかどうか悪いのか置いておいて、オフェンス能力ダイアップははるかにやはり、まあ、強いと言わざるを得ないですし、あとはゴールブレーカーでね、さらにシュートパスダイアップ上がってるよっていうところかなと思います。で、創造者でシュートスキル、ショートパススキル、発動率ダイアップしていて、バーストロング持っていて、シールキーパス持ってます。さあ、ここまで来て、じゃあバーストロングが強いんじゃないのって思った方もいるかもしれないんですが、私がですね、マウントの活躍した試合を見ていて思うのは、言ってね、バーストロングそんなない。マジでない。そんなね、バーストロングで点取ってない。ほぼほぼバーストシュートで取ってる。ないね。あんまロングシュート打ってるとこない。まあ、ポゼッションというかポジションがね、 OMF で起用していて、私 OMF を比較的ね、高いポジションエディットにしているので、あと、まあ、それでロングシュートが少ないのかなとか思うんですが、例えばマケレレじゃないと誰だっけ、ネドベとかって結構低い位置に置いてる人もいるじゃないですか。守備ができるから、だからバーストロングバンバコ打つのかなと思っていて、ただマウントに関してはね、普通にバーストシュートすげえ打ってすげえ決めてくれるっていうのが正直な、まあ、デカさですね。あんまね、ステップドリブル一応つけたんですが、ここも正直ね、シュートスキルもう一個で良かったのかなと思うぐらいドリブル仕掛けないな。まあ、ドリブルがもともと B っていうのもあるのかもしれないんですが、とりあえず持ったら打つの精神とか、隙があったら打つの精神が、同じプレースタイルのガッシュとはもう全然違ってすごくいいですね。自分のシュートの総合値に影響されてるのかなとも思ったんですけど、ガッシュってシュート B しか上がらない中で、マウントは A でね、2つ上がっていて、さらにゴールブレーカーと騎士道でダイアップ2回かかってるので、まあ、めちゃくちゃね、シュート能力値が高い OMF なんですよ。なんで打ってくれてるのかなと思います。で、同じように例えばポゼに関してもマウントを使っていて、ガッシュだったんですけど、ここ前ね、前アタッカーガッシュ使ってたんですが、もう明らかにね、もう攻撃力変わりましたし、例えば本当にね、エムバペ手に入れた時のサイドアタックの変わりようよりもやっぱ OMF の方が変わりますね。 CF って最後の仕事をするだけでやっぱそのつなぎはしない。 OMF に関してはつなぎもして最後も決めるっていうところがあるので、ぜひぜひね、ちょっと最終予選挑む前に自分のチームの OMF って本当にこれスタメンなんだっけとか、例えば総合値を下げるところで OMF 下げてないみたいな方はね、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。まあ、それぐらい変わりましたし、まあそれだけね、価値があるのかなというところでですね、前回の SWCC のゴール、点を決めた選手たちを見ていても、やっぱね、カカーが強かったんだよね。OMF カカー。カカーってすごく優秀な選手で、すごく強い選手で、で、ちょっと前って言っても1年半とか前か。センターフォワードだけど OMF におけるドラガンストイコビッチ、
決定力が高いドラガン・ストイコビッチとかがめちゃくちゃやっぱり活躍してたっていうのがあるので、やっぱね、点取る OMF をチームに置く、まあ、ガッシュが悪いってわけじゃないんですが、ガッシュはどっちかって言ったらね、運ぶ OMF なんですよ。高速ドリブルをもともと持っていて、能力的にもね、ドリブル AB、パス AB でシュートは B しか上がらないので、どっちかって言ったら運んで組み立てる OMF、ちょっとやっぱ違うのかなと思いますね。それを求めてはいけないというか、それは求めてないというか。ってことでですね、自分の OMF が点を取れる OMF なのかどうかっていうところを、まあ、ちょっと見てみてですね、最終戦50試合挑んでいただけたらというところで、今回の動画はこんな感じにしたいと思います。まあ私の場合はたまたまマウント引いて、たまたまマウント強化したらたまたま強かったっていうだけなんですけど、ぜひぜひね、ちょっとボックスの肥やしになっているね、点取れそうな OMF いたら、そいつを育ててみるのもいいのかなと思いますし、オフェンスユーティリティみたいなね、例えばユルゲン・クロップ監督みたいに、オフェンスユーティリティで、オフェンスバリエーションか、CF の選手を OMF に置けるんだったら、例えばね、決定力のあるセンターフォワードを、中央突破のセンターフォワードをね、なんか微妙な OMF を置くぐらいだったら、下げて使うのもありなのかなと思います。ってことでね、すいません、今回ちょっと最終戦の前に、まあ、チーム紹介しつつですね、かなりチームが変わったところありましたので、紹介させていただきました。少しでもね、皆様の参考になればというところで、今回の動画ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。